さあリンクサベイ選手グラントが1体のみ、レイダーはこれ追加生産ですね。そしてオルターオストームからシャドウハンター殺されてしまったので復活させている。さあレベル3レベル1対レベル1レベル1多くのリンクサベイ選手非常に辛い。そして立てているのはビスティアリー2ビスティアリースピリットロッジは作らずについにビスティアリー2つにしましたね。エンザさんにしてよって言いたいんですけどね。もう何回目つぶってんだ俺ってやつだけど。あーっととどめはリンクサベイ選手、アイテムの方もリンクサベイ選手が入る。エンザもう今回また仕方ないって言わない。エンザさん勝手に名前変えて勝手チェックインするんだもん。まあ、勝手にするの当たり前だけどさ。タムタックさんは名前見てドームくんって書いてあった、ドームくんじゃない、うん、ドームくんにしてたから、タムタックさん同じ名前でするって言ってたからそちらにしてくださいって言えたけど、エンダさん名前別々なんだもん。全くもって今回のこのデューサーって名前もなんか目の前に生発、まああれだね、ワックスがあってそれの名前を取ったって言ってたからさ。あー、バニッシュで移動速度ダウンしますが守ることはできますね。仲間にも敵にもつけることができる。さあ、また追い返したことによりクリープ、残っていたクリーピングをまた狩り始める。ウォーミルは立てていないですね。パワーラッシュはしないでここからそのまま押し切るということでしょうか。おー、頼もしいね。言っといて。さあそしてここで2ビースティアリーを立ててのフォートレスティア3進化開始だね。死んでる操作です。操作です死んだ。それだけ、まあ、確かそれもガツンって今ガツンって言ったよな。それも確かに。非常にメデューサー選手の一方的な試合となってまいりました。ヒーローレベル的に見てもね。さあマスレイダー見ての TP。 おーっとエンスネア切れるタイミングでのバニッシュ操作です。一体も死なずにタウンポータル完了。うん。ああ、ついにハイボリータワー。ボーミル立ててる？あ、ボーミル、ランバーミル立ててない。ああ、ここから、今からランバーミル建設開始。さあ、タワーラッシュ。この終盤、かなりタワーラッシュにするには、ティア2速タワーラッシュの時間でも、でもなく、かなり、そしてティア3アップグレードしているタイミングでのタワーラッシュ。ウォーミルはすでに立っている。そしてウォッチタワーもすでに2個立てている。このタワーラッシュ。成功するのかしないのか。スピリットウォーカーがいないけれども、レイダーはミディアムアーマー、シージ攻撃なので、おっと、ここでリンクサベイ選手のまずレイダーが無条件に殺されてしまう。さあ、ここでタワーが立っているが、このタワーを、まずはソーサレスマジック攻撃、一気にフォーカスファイアにより、まずウォッチタワー1個破壊完了。さあ、2個目はどうするのでしょうか。さあ、ウォッチタワーで、まあ、ソーサレスは1体ダウンしてしまった。さあ、マジック攻撃を持っているキャスターによるフォーカスファイアで、ウォッチタワー2個破壊完了。しかし、ソーサレスが2体殺されてしまった。そしてまだスカッターは立てていないです。おっと、これ、マスレイダーで、リューサー選手のファースト金庫割りにくい。さすがにこの割合では、部に合わないと見て、タウンポータル、そして後ろにタウンポータル。
さあここで木を切らないといけない。ヒーローここでハマってしまっているので、ここで陣地の中を開ける木の作業。ああここでまだスカウトタワーのタワーを割りに行く。しかしこちら TP、 おっとリンクサメ選手さりげなくセカンド取ってますね。セカンドを立てている。マスレイダーからのマスレイダーしながら、これピレッジも研究完了してるんじゃないでしょうか。うーん、オーミルも固くしている。ユーサー選手気づいていない。そして覚えたオーボブライトニング、ついにこちらウォーターエレメントに対して150のダメージを与える可能性があるオーブをゲット。移動速度もダウン、飛躍的にダウンさせることができるアイテム。さあまだまだリクサベイス選手勝てるかもしれません。セカンドにも気づいていないデューサー選手。おっとここでメリティアによる偵察完了しましたが、セカンドこちら立てていない。しかし左手に立てているリンクサベイ選手。さあレベル3ブレイドマスター完了。出たアイテムはオーラ、フルショットオーラですね。レンジユニットに対して 10% アップです。あまりいらないアイテムですが、ここでブレイドマスターが確率化っていうのを見つけるが、ダストは使っていない。おっとここで何の何だ今の登場は。おっとしかしアイテムはブレイドマスターフォーストームですね。トームが何かブレイドマスターの方に入りましたね。さあこのマスレイダースローは覚えていないんですが、アークメイジを一気にボックス決める。しかしブレイドマスターにバニッシュバニッシュバニッシュ無効化にされてしまっている。バニッシュのマナーも十分こちらブリリアンソーラーを2あるのでやりたい放題。さあブレイドマスター何もできない。さあそして陣地からデューサー選手のフェザントも登場。そしてこうスピードスクロールでバック。さあユニットの被害は、あーっとこっちから逃げると、こっちに逃げるとリンクサベイ選手、こっちに逃げるとグレートホールが見つかってしまうんだが、見つかってしまったリンクサベイ選手です。隠れたわ隠れ。とっとここでスペルブレイカー3体、そしてアークメイジ。さあこれ TP しないといけない。さあここでインクサベ選手セカンドバレてしまい、割れてしまう。ああこれは逃げる方向をミスりましたね。これ素直にアイテムショップの方から逃げればセカンド気づかれないで済んだのにもか、こちらセカンドがバレてしまった。そしてペザントも突っ込んでいる。